タちゃんはここです。ほら行きましょう。この手を取ってください。こっちこそ誘ってくれてありがとう。いや、君の言ってた通りすっごい勉強になったよ。今後のライブにバンバン活かさなきゃ。みんなか。あ、うん、なんでもない。なんかいろいろ刺激受けちゃったから、すぐにでもライブしたい気分だな。うんうん、君と私は以心伝心で感心感心。うん、愛さんも研究のためにもう一回見たい。やっぱそうなるか。君のそういうところ好きだけど、うん、そうじゃないってなるんだよね。やっぱちゃんと言わないと伝わらないよね。今日はね、本当に本当に楽しかったんだよ。君と二人でいられたから。みんなと一緒も楽しいけど、私もっと君と二人きりの時間を過ごしたい。だから次もこの映画は二人で行けたら嬉しいな。わかった。だからね、他の子誘ったら罰ゲームだぞ。楽しみだな。でも映画の前にライブの打ち合わせもしなくちゃね。君とやりたいことがたくさんあって、ほんと困っちゃう。あれれ、君顔が赤くなってるけど、どうしちゃったの？もしかして、愛さんにドキドキしちゃった？
イエーイ、アイさんと君でアイデアを出し合った衣装どう？ねえねえ、どうどう？おーい、もしもし。え、似合いすぎてびっくり？びっくりして声も出ない？じゃあまあそのまま楽しんでよ。アイさんの最高にハッピーなステージ、全部君のためだから。世界が広がった気がします。いえ、いつもやっていることですから。それより、私の予定に付き合わせてしまってすみません。あなたはすごいですね。同好会のみんなを支えながら自分のこともきちんとこなしていて、その上私のお手伝いまで。私ももっと精進しなければと気が引き締まります。ありがとうございます。素直に嬉しいです。さて、今日のノルマはこれで達成です。あのこの後まだお時間はありますか？そうですか。それなら一緒に行きたいところがあるんです。せっかくの夏休みなので、あなたとお出かけしたくて。よかった。では行きましょう。急いで支度をしますね。子供の頃、よく姉と水遊びをしたんです。家の前にビニールのプールを置いて水をかけ合って遊びました。小さなプールでしたが、とても楽しかったのを覚えています。プールの水に太陽の光がキラキラ輝いて、いつもの家の前なのになんだか景色が違って見えて、その時の気持ちを思い出してしまいました。今日という日も特別な思い出になりそうです。こっちに来てください。一緒に涼しくなりましょう。